今日皆さんと一緒に共有する神様の御言葉は「初歩佐と復活の望み」という主題で御言葉を調べましょう今日はこの復活祭を通して復活の望みがなく人が死んだら全てが終わると考えていた人類にそうではなく生きて帰られ永遠の天国で神様と共に 永遠の命と祝福を享受することができる道があるということを私たちに悟らせてくださった日です。このような祝福を与えてくださった天の父と母に今日改めて感謝を捧げます。今日この復活祭は旧約の祭りの名称で見れば初歩祭に該当します。では、イエス様は杉越祭を守られ、翌日、女皇祭に十字架で亡くなられ、 そして安息日を過ごされ、ついですぐ三日目になる日曜日になりました。このすべての過程を通じてみると、杉子祭を通しては、弟子たちが人の子の肉を食べ、人の子の血を飲めば、あなた方の中に永遠の命がある、その貴重な祝福の教えの中で、どれだけ嬉しかったでしょうか。そのような喜びがあって、その次は見ると、イエス・キリストの受難と死という、 十字架の死というこのような時間がまた待っていました。どんなに悲痛なものでしたか。喜びが与えられた祭りが杉越祭でしたし、女皇祭を通して痛みと苦しみの時間がすぐに続きました。そうした後で、復活という栄光を迎えてみると、この復活は、 全てのその当時の初代教会の生徒たちやイエス様の弟子たちにとってものすごく大きな希望のメッセージだったはずです。ですからその後は神様の子供たちが福音を述べ伝える先々でこの復活に対する内容を必ず一緒に伝えました。世の人々は生まれて死んだら全てが終わりだと思っていましたがそのようなものではなく私たちがイエス様を信じれば 今日この精霊時代に父アンサンホン様と新しいエルサレム天の母を信じるすべての者は死んでもどのようになると言われましたか生きて生きて神様を最後まで信じる者は変えられて永遠に生きる天国の道に導かれるというこのメッセージが神様を信じない死の牽制にとらわれて生きていたすべての民に 迅速に伝えられたのですだから多くの人がキリストの復活の知らせを聞きながら全てが復活の信仰を持つようになりそれで罪と死の鎖で死ぬしかなかった彼らにああこのように歳月が早く過ぎ去るのにこのように年を早く取るのに死んでしまえば何でもない人生はあまりにも虚しいこのように思っていた人も 復活の望みと復活後に来るべき永遠の天国に対する頼りを伝えてもらってその時から力が出始めましたいや私たちの人生の本質がここにあったんだこの地で生きる束の間の人生は私たちの本質的な人生ではなくしばらく通り過ぎる旅人の生活だったんだということを正しく悟らせてくださった祭りが まさにこの復活祭だということができますだからこの復活祭の祭りの由来も明らかに知っておくべきでまたキリストが死者の中からなぜ3日後につまりなぜ日曜日に復活されるようになったのかそれもすべて理由があるでしょうその理由を初歩祭を通して一度調べてみることにしますまず初歩祭というこの旧約の祭りが生まれた由来について 出エジプト記14章一節の御言葉を一緒に見てみましょう主はモーセに仰せになったイスラエルの人々に引き返してミグドルと海との間のピ・ハヒロとの手前で宿営するよう命じなさいバール・ツホンの前にそれに面して海辺に宿営するのだするとファラオはイスラエルの人々が慌ててあの地方で道に迷いアレノが彼らの行く手を塞いだと思うであろう 私はファラオの心をかたくなにし彼らの後をわせるしかし私はファラオとその全軍を破って栄光を表すのでエジプト人は私が主であることを知るようになる彼らは言われた通りにした民が逃亡したとの報告を受けるとエジプト王ファラオとその家臣は民に対する考えを一変していったああ我々は何ということをしたのだろう イスラエル人を牢液から解放して去らせてしまったとはファラオは戦車に馬をつなぎ自ら軍勢を率い襟抜きの戦車600をはじめエジプトの戦車全てを動員しそれぞれに士官を乗り込ませたと言いました杉越夫妻をイスラエルの民が恵み深くよく守りエジプトの地では長子を滅ぼすこのような災いが望むようになり 杉越祭を守ったイスラエルの五千地域は同じエジプトの地でしたが全く何の罰も受けない全ての災いが杉越す驚くべき宮座が起こりました正月14日の夜に杉越祭をそのように守って15日除光祭の日皆エジプトの地から出発しました出発したのですが行くと前に足の海が立ちはだかっており 後ろにはファラオの心が変わって解放したイスラエルの民を再び捕らえようというこのような命令を下して自分が直接軍隊を指揮しながらイスラエルの民を捕らえるために追跡してきました前には足の海後ろにはエジプトの軍隊が攻めてくるのでイスラエルの民はとても困り果てたのですが神様がモーセを通して 杖を足の海に差し出せと命じられ、足の海を陸地のように、道のように完全に裂いておかれました。海水が両側に壁になってそそり立ち、イスラエルの民はその間を恵み深く渡っていくようにされました。このようにして、イスラエルのすべての民が足の海を無事に渡ったその日が、まさにどの日かというと日曜日です。 日曜日の早朝に、すなわち安息日の翌日に、イスラエルの民が足の海を無事に渡った歴史が、このように聖書の中に記録されていますね。うん、出エジプト記15章、10節の見言葉を一緒に見ます。うん、あなたが息を吹きかけると、海は彼らを覆い、彼らは恐るべき水の中に鉛のように沈んだ。主よ 神々の中にあなたのような方が誰かあるでしょうか誰かあなたのように性において輝き、褒むべき宮座によって恐れられ、屈式しき宮座を行う方があるでしょうかあなたが右の手を伸べられると、大地は彼らを飲み込んだと言いました。結局、ファラオのすべての軍隊が完全に水に沈む宮座を神様が恵み深く 起こししてくださったでしょう足の海にモーセの杖が差し出されるから陸のようになりまた再び足の海に杖を差し出すとその分かれた海水が元に戻りエジプト軍をそこで潜没させるこのような恵みの宮座が起きました。14章21節に行って御言葉をもう一度見ましょう。 モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はヨモスら激しい東風を持って海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり、水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んでいき、水は彼らの右と左に壁のようになった。エジプト軍は彼らを追い、ファラオの馬、戦車、騎兵がことごとく彼らに従って海の中に入ってきた。朝の見張りの頃、 ここで早朝にイスラエルの民が足の海を無事に渡りきる場面を見てみましょう主は火」と「雲」の柱からエジプト軍を見下ろしエジプト軍をかき乱された戦車の車輪を外し進みにくくされたエジプト人は言った「イスラエルの前から退却しよう」 主が彼らのためにエジプトと戦っておられる主はモーセに言われた海に向かって手を差し伸べなさい水がエジプト軍の上に戦車騎兵の上に流れ帰るであろうモーセが手を海に向かって差し伸べると夜が明ける前に海は元の場所へ流れ帰ったエジプト軍は水の流れに逆らって逃げたが主は彼らを海の中に投げ込まれた 水は元に戻り戦車と騎兵彼らの後を追って海に入ったファラオの全軍を追い一人も残らなかったイスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだがその時水は彼らの右と左に壁となった主はこうしてその日イスラエルをエジプト人の手から救われたイスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見たと言いました ここを見ると分かれた水が夜明けに全て合わさってエジプト軍は完全に全て滅ぼされイスラエルの民は完全に足の海を渡ることができるまさにそのような恵みの宮座を起こしてくださいましたこの日を忘れないようにするために神様は毎年初穂祭いという祭りを決めてくださり毎年初穂祭は 安息日の次の日に行うようになさいました今日私たちが日曜日に礼拝を捧げているから神様の教会もなぜ日曜日に礼拝をするんだろう私たちの真理について十分に理解できないでいる方はそう考えるかもしれませんが今日は安息日の礼拝とは全く関係のない初歩祭すなわち復活祭の礼拝ですそういう理由で復活祭は毎年日曜日になるように神様がそう決めておかれました今日復活の意味を 旧約と新約をつなげて確認してみましょう。レビキン23章旧節」の見言葉を口語訳で見てみましょう。「主はまたモーセに言われた」「イスラエルの人々に言いなさい」「私が与える地に入って穀物を借り入れる時あなた方は穀物の何をですか?」「初穂の束を最初の穂という意味で初めの「初」に「穂」という文字を書いて「 初放祭とこのように名称が付けられました。祭司のところへ携えてこなければならない。彼はあなた方の受け入れられるように、その束を主の前に緩い動かすであろう。すなわち祭司はいつ緩い動かしますか安息日の翌日に。必ず安息日の翌日なら、今日の曜日制度で見れば、何曜日に該当しますか安息日は土曜日だから、土曜日の翌日だったら、 必ず初歩祭は日曜日に執り行われてきた祭りだということですキリストも初歩祭の供え物になられたので必ず日曜日に復活なさるようになっていました安息日の翌日に復活なさるように聖書にすでに3500年前の予言の中に明示されていたのです由来はイスラエルの民が 足のの海をすべて渡り切ったまさにその日曜日の早朝日日曜日の早朝に足の海を渡ったことが由来となりまた神様が祭りの旧約の祭祀の儀式では必ず安息日の翌日に初穂1束を収穫しそれを持って天に向かって揺らす揺らすので「揺れる」の字を使って「要塞祭祭」とも表現します。 また、あげると言って、虚の字を使って、巨祭祭とも表現するでしょう。初歩を神様に捧げる祭りということで、初歩祭とも言いました。名称はいくつかありますが、同じ祭りを表し、表現している内容と言えます。安息日の翌日に、要塞の備え物を揺らしなさいと表現されましたが、このような予言に従って、新約にも、 キリストは眠りについた人たちの初歩になられたという聖書の予言の見言葉をコリントの神徒への手紙115章で一度調べてみましょう。イエス様がなぜ日曜日に復活されたのかということも聖書はすでにすべての答えを提供しています。15章20節の見言葉を見ると、しかし実際キリストは死者の中から復活し眠りについた人たちの何になられたのですかイエス様が初歩。 旧約聖書の祭りで見ると、はじめの初の字に、ほの字を書いて初補祭、初補の供え物になられたのです。その祭りの予言も、イエス様が成し遂げられるようになったのです。主が眠りについた人の初補になられたと言ったのですが、ではこの初補は、必ず、いつ神様に捧げなければならないのですか。初補祭の供え物で見てみると、日曜日に捧げなければならないと言いました。では、 果たして日曜日にはどのような事件が起きたのかヨアネによる福音書20章1節の御言葉を一緒に見てみます週の初めの日週の初めの日でしょう何曜日ですか日曜日朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行ったそして墓から石が取り除けてあるのを見た そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちにはわかりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったがもう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと天布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。 彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた大いは、天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていたと言いました。 この復活の出来事がすべていつ起きた事件かというと安息日の次の日である日曜日に起きた事件ですその通りにその予言をイエス様が成就された場面ではありませんか注意節を続けてみますマリアは墓の外に立って泣いていた泣きながら身をかがめて墓の中を見るとイエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた 一人は頭の方にもう一人は足の方に座っていた天使たちが「夫人よなぜ泣いているのか」というとマリアは言った「私の主が取り去られましたどこに置かれているのか私には分かりません」こう言いながら後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えたしかしそれがイエスだとは分からなかったイエスは言われた「夫人よなぜ泣いているのか誰を探しているのか」「マリアは遠庭だと思って言った」 あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください私があの方を引き取りますイエスがマリアと言われると彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った先生という意味であるイエスは言われた私にすがりつくのはよしなさいまだ父のもとへ登っていないのだから私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい私の父であり あなた方の父である方また私の神でありあなた方の神である方のところへ私は昇るとマグダラのマリアは弟子たちのところへ行って私は主を見ましたと告げまた主から言われたことを伝えたと言いました週の初めの日に起きたこのすべての内容を通してイエス様は初補祭の祭りの予言をすべて成就され完成させられました ではこのような内容を私たちが一言でまとめてみると杉越祭翌日は女皇祭次に来る祭りが復活祭なのですがこの3つの祭りを連続的に見てみると杉越祭は喜びの祭りであり命の祭りであり女皇祭は受難の祭りですその命を得る喜びその次すぐに敵である悪魔はイエス様に対してものすごい弾圧と 迫害と苦痛を与えたでしょう犠牲を要求しました。しかし、私たちの神様が死の力のもとに縛られることはないでしょう。だから、初補祭という祭りを通して、死者の中から復活されることによって、すべての人類に、私たちもやはり死ですべてが終わるのではなく、再び復活し、変えられることができるという真理を、 御自ら全人類きです。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように、嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じように、イエスを信じて眠りについた人たちをも、 イエスと一緒にどうされますか連れに来られる最後の瞬間にこのような驚くべきことがあるはずだ。初代教会の生徒たちにはとても大きな希望となり、喜びとなり、神様が直接死者の中から復活されることによって、そのすべての歴史を私たちに見せてくださることになったでしょう。15節です。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。 主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありませんすなわち合図の号令がかかり大天使の声が聞こえて神のラッパが鳴り響くと主ご自身が天から下ってこられますするとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活しそれから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられますこのようにして 私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさいと言いました。復活のこの頼りは本当に恐怖に震えていた、イエス様を信じていたその全ての民に、素晴らしい喜びの知らせになりました。だから迫害を受けて殉教する、このような歴史の中でも、この肉体はしばらくこのような苦痛を受けて、この地でしばらく消滅したとしても、 私たちの霊は再び神様のもとへ上がっていって復活することができるという復活の希望が彼らを常に捉えていたので信仰をつかんでいたのでキリストの十字架の死の生涯に喜んで従うことができるこのような信仰を皆に持たせた歴史がまさにこの1テサロニケの信徒への手紙4章でも現れています。死んだ者たちが再び生きてて空中で主を受け入れて主と一緒に 永遠の命と祝福のその世界で、喜びと楽しさが日々新たに創造される。そんな生涯を生きるようになる。そんな信仰が心いっぱいに満たされているので、いくら世の権勢を全て握っていたローマの皇帝たちが、家様を信じるなと迫害して、あらゆることであざ笑いの的にさせても、 最後まで信仰を大事に守りました。復活に対するこの信仰を今日この時代を生きている私たちも忘れずに、神様の民たちにはもう一度このような復活と変化の宮座があるんだ。そうなれば将来、神様がこの地に私たちを連れに来られるとき、喜びながら空中で死を迎える栄光の中に私たちが進み出ることができるんだなという信仰を私たち皆が この時代にも心に大切にしまわれ、誇りを失わない皆さんと私になるべきです。この復活の望みを持った私たちが、死者は最後のラッパのその瞬間に、たちまち復活することになるだろうし、生きて主を受け入れる人々は変えられて、同じ天使の体に変貌するのです。そのようにして、 空中で主を受け入れて、主と共にとこしえに神様の国で、これまでのすべての痛み、苦しみ、苦痛、悲しみ、このすべてを後にして、日々、神様が新たに創造してくださる喜びと楽しみの時間が私たち皆に与えられるのです。それで今日守るこの復活は、キリストの十字架の犠牲によって、 初代教会の生徒たちが皆落胆して、挫折して、全ての希望が根こそぎなくなってしまった。そんな彼らの心に、素晴らしい信仰の活気と誇りを与えてくださった日が、まさに今日、この復活祭です。この信仰を今日復活祭を通して、再び振り返りながら、永遠の天国の望みをもっと大きく持つ、恵み深く美しい祭りになるように願います。 今日、復活祭の説教はこれで終えます。ありがとうございました。